居眠りは寝不足のせいか。やい、消えた。一体寝不足の原因は何だ。嘘じゃないって。ただいま。おかえり。もういい加減にしろよな。あこね、リコね。ご飯にします？アフラにします？ザクは見たでしょ。んリコだけずるい。はい。そんな。ケイタ、アコの貧弱な胸は見たくないって。ちょっと何するのよ。ごめん、手が滑った。今のうちに着替えの準備。そろそろケイちゃんがお風呂から上がる頃でしょ。お邪魔します。ケイちゃんの部屋。変態だ。変態がいる。ヒコ、いつの間に。まさかこれは。そう、これはただのパンツじゃないの。ちょ、どこからそんなもの。アコは洗剤の香りとスリスリしてれば。とほほ、ごめんね、ケイちゃん。抜け駆けしようとしたアコが悪い。ママ、とりあえず一杯。まずはぐっと一息。シチュー食べてよ。あれ、ケイちゃん聞いてなかった？え、とにかく今夜はうちには私たちだけだから。これでよし。あ、ちょっと待て。どうやって中に。てか俺たち兄弟なんだぞ。コナの欧米ちゃん、挨拶だから。あ、おはようケイちゃん。何慌ててるの。いってきます。私たちの学校行こう。カグナ。あれ、これは、うん、ケイタ先輩。あ、ちょっとどうにしても精が出ますね。私も来年は同じ高校に入って。お、いけない。それじゃあケイタ先輩、また放課後にね。放課後ね。夢の高校生活を実現するためにもここは。こうしてても仕方ないし、行くだけ行くか。お互いに考えてることは同じみたいね。今日はケイタの大切な三者面談。あ、アコ先輩、リコ先輩も。今日は何の模様ですか。僕が案内いたします、リコ先輩。しつこい。あっ、もう何やってんだよ、あの二人。ケイタ、双子の姉を相手に前よ手術にプリンを繰り広げる。そんな、兄弟って。ちょっとほら、待ちなさいよ。いい加減にしろよ、アコネ、リコネ。二人が来たらこんな騒ぎになるのは分かってんだろ。前ん時だってそうだったじゃないか。姉ちゃんたちに来られると迷惑なんだよ。俺は今日大事な用事があるんだから、二人はとっとと帰ってくれ。私たち余計なことしちゃったみたいね。もしかしてアコ姉とリコ姉はこのために。アコ姉、リコ姉。え、ケイタ。あの、ごめん。ケイちゃん。合格率 50% って、まさに博打。俺もまずいって思うんだ。そこ納得しないよ。高校でケイちゃんとやりたいこといっぱいあるんだから。ケイちゃんの家庭教師になってあげる。一人でずるいぞ。運任せじゃなく、ケイちゃんには絶対合格してもらわないと。もう何やってるのよ、気を散らしてちゃダメじゃない。この方が気合入るでしょ。ただなんかアコ姉の雰囲気がいつもと違って。見たい？今はダメ。今はしっかりと勉強だけに集中しなきゃ。わかった、俺もやるよ。脇目も振らずに勉強だ。ほら、またお姉ちゃん見てる。くそ、負けてたまるか。大丈夫よ、私がついてるんだもん。どうせ私は頭悪いもん。あ、そうだ、ケイちゃん、お夜食は何が食べたい？私もケイタのお世話したい。下の世話ぐらいできる。よく言ったリコ。あらあら、これじゃ私の出番がないわ。三角関係だろ、ちゃんと聞いてるって。ほら、しっかり目を開けて。あ、これ昨日アコネと。じゃあ全滅ってこと？ごめん、何も覚えてなかったわけ。なるほどね。ごめん。よし、作戦変更よ。今日はスーツじゃないんだ。特別レッスンだから。なんだよそれ。じゃあアコネの体中に。そう、その調子よ。右ももの内側は
何々して嬉しいって意味。おはよう。何々を見る、ルックアット。ビーインタレスティッドイン。悪い。近いよ近い。手玉のだわ。どうしたんだよケイタ。何もなくてこの成績はないだろう。別に憧れのあの人は先生ってか。なんてことしてんだろう。誰がするか。歴史の勉強はもうバッチリね。ああ、何してんだよ。そういね。10分くらい前。はい、今日はテストをします。お姉ちゃんがキスしてあげる。何言ってんだよ。罰ゲームなんて言った罰よ。ちょっとドキドキするわ。ダメ、もう我慢できない。散らさないでケイちゃん。罰ゲームだからな。はい、そこまで。あっと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 。ごめんね。軽い。おお、うまそう。サンキュー箱根、これで徹夜したってへっちゃらだぜ。ケイタ、お前アコに毎晩夜食作ってもらってるんだってな。確かにうまいんだけど、パーフェクトなんだけど。いや、見た目じゃない、大切なのは味だ。分かっていたさ、こうなることは。いいんだよな、この場合は。ダメです。調理実習だってよ。ああ、いい感じでございますな。三日月。これ、調理実習で作りました。知らないんですか。ほら、こうやって。それもありです、先輩。これが限界か。やはり買うしかないのか。やめやめ、やっぱり仕方ないか。父さん、いる？頼みがあるんだけど。集中集中。なんであんなこと言っちまったのかな。リコね。いや、その今のは。今のは、あ、口紅。開けてみて。さりげなくひどいことを。本当に手作りなのに。はい、召し上がれ。だからキスは禁止だって。だってたまに甘いものとか欲しいんでしょ。キスじゃないんだ。違うよ、チョコだよ。いただきます。リコ姉のチョコをいただきます。嫌な予感がする。もうおしまい。まだまだいくらでもおかわりできるけど。またリコ姉、ここ座って。こんなもんかな。ケイタ、息荒い。リコの仕業ね。人のことバカにして。何これ、油。今度は舌だけ出してペロって。ごめん、汚しちゃった。バカケータ、まだ必要それ。あんたもあんたよ、一体何してたの。あんたたち当分の間はお夜食はなし。そんな。知らない。もうちょっと欲しかったのにな。遅いねケータ。最近さ、ずっと二人だけでいる気がしない。いつまでも覚えていたいような。男の子でも弟なんでしょ。リコがその気になりゃ恋人なんてよりどりみどりでしょ。そんなこと言ってないでさ、試しに誰かと付き合ってみたら。今日はいくつだった？5。私は8つ。試しに付き合ってみれば。私が？でも確かにリコの言う通りだわ。だけどやるならリコも一緒だからね。昔のことを思い出しちゃって。あの時もそうだったね。ケイちゃん、あの時みたいにまた頑張ってるんだよね。今は私たちも我慢しないと。最近根詰めすぎてたからな。ケイタ先輩、一体どこへ行こうというのですか。三日月。ダメです、今日という今日は返しません。ほら引っ張るな。双子のお姉さんの次は後輩の女の子。はあ、ひどい目にあった。そうだ、ついでだから。今はとにかくケイちゃんが玉秀に合格するまでの辛抱だわ。また一緒に学校へ通えますように。やっぱりそうだけど、二人ともこんなとこで何やってんだ。私たちケイタが受験勉強を始めてから毎日来てるんだぞ。二人ともこういうとこは本当にいい姉ちゃんなんだよな。あ、それよりほら、
ケイちゃんもお参りすれば？受験成功合格祈願と。昔からこんなに広かったっけ？それでケイタ、あんなに一生懸命お願いして。そんなんでいいのか？いいんじゃない？リコ、私たち宛てのもある。パチ？みんなすげえ本気。今時流行んねえだろ、こういうの。ありがとう、こんな真剣に。何勝手なこと言ってんだか。もし俺が落ちたらどうするんだ？いいも何もしょうがないでしょ。ケイちゃん、どこ行くの？どこの馬の骨とも知れないやつに姉ちゃんたちは渡せない。頑張って。さあ帰ろうぜ。本当にもう人の気も知らないで。なんだよ、気味悪いな。ケイちゃん大好き。私もだ。